誠一君。自民党の中谷真一でございます。まず冒頭、今朝ですね、大津で、園児の列にまたの自動車が突っ込んでしまって、まあ、15人の方々が死傷されたというところでございまして、まあ、このことに対しまして、まず心からお悔やみとお見舞いを申し上げたいと思います。まあ、こういった事故をなくしていくということも非常に、まあ、この自動運転にかかってくることかなというふうに思うところでございます。今日は質問の機会をいただきまして、心から感謝申し上げます。委員長はじめ理事の皆様、また先生方に心から感謝申し上げます。それでは早速質問に移ってまいります。まず政府が考える自動運転の開発普及におけるメリットはどのように考えられておられるか教えてください。国交省に。国土交通省奥田自動車局長。お答え申し上げます。自動運転はその実現によりまして、交通事故の削減、高齢者等の移動手段の確保、物流分野における生産性向上など、我が国が抱えるさまざまな社会課題の解決に大きな役割を果たすことが期待をされております。具体的にはまず現在、我が国の交通死亡事故発生件数の9割以上が運転者のミスに起因することから、自動運転により運転者に代わりシステムが運転操作を実施することにより、こうした運転者のミスに起因する交通事故の大幅な削減が期待されるところでございます。また地方部を中心として公共交通にさまざまな課題が生じてきており、こうした地域での高齢者など交通弱者の移動手段確保が重要な課題となっております。このため公共交通を補完するものとして、自動運転による新たな移動サービスにより高齢者等の移動手段が確保されることが期待されております。さらに少子高齢化に加えまして、インターネット通販等による荷物量の急増背景として、トラック等の運転者不足が課題となっているところ、自動運転により運転者の負担軽減や省力化が図られ、運転者不足の解消緩和、ひいては物流分野における生産性向上にもつながることが期待をされております。このほか適切な車間距離や速度の自動制御による渋滞の解消緩和、最先端の技術ノウハウの国際展開による国際競争力の強化が期待をされております。このように大きなメリットをもたらすことが期待される自動運転につきまして、政府では自動運転にかかる我が国全体の戦略でございます官民 ITS 構想ロードマップ2018におきまして、2020年目途での高速道路におけるレベル3の自家用車の自動運転、2020年までの限定地域でのレベル4の無人自動運転移動サービスの実用化を目標として掲げ、関係省庁が連携し、その実現に向けた取り組みを進めているところでございます。はい、中谷君。政府は やはりこの最初にこの安全性の向上というところをこう持ってきておられるということで、まあ、私もそこに非常に期待をするところであります。先日も池袋で、交通事故があって、これも、まあ、高齢の方が運転されていたというところで、まあ、これも運転者のミスではないかというふうに言われています。3歳の女の子と、まあ、そのお母さんが亡くなったと、まあ、こういった事故を本当になくしていかなければいけないなと、まあ、それにおいて、まあ、この自動運転非常に大きな期待をするところであります。まあ、この安全性について今日、まあ、重点的にお聞きをしていきたいというふうに思います。この自動運転によって安全性をこう高めていかなければいけないというところでありまして、この自動運転を推進することによって安全性が低下するようなことがあってはいけないというふうに思うところであります。それで、まあ、今後その自動運転の車っていうものはどういうふうになっていくのかなということをこう想像しますと、まあ、私の想像ではこのスマートフォンがこう走ってるような感じになっていくんではないかと。まあ、このスマートフォンは、まあ、家電メーカーが作るわけでありますけれども、まあ、それに対してのソフトっていうのは、まあ、さまざまなその IT 企業とか、こういったところが、まあ、どんどん入れていくというような形になっていく。まあ、今後車も車の車体自体は自動車メーカーが作るかもしれませんが、それに搭載するソフトについてはその IT 企業とかですね、そういうさまざまな企業がそれに参入をしてきて、その車の性能を上げていくという形になるのではないかというふうに思います。そこで考えられるのが、やはりこのシステムにおけるアップデート、これがあるのではないかなというふうに思います。このアップデートによって車の性能がこう変わっていくわけでありますけれども、これも今までは自動車に対しての
この安全性のですね確認をまあ国交省で行ってきたというところでありますが、このアップデートになってくると、これはすごい速度、また回数もすごく多くなってくるというふうに思います。まあ、このアップデートに対して、どのように今後、その管理をしていくのか、車の性能を担保していくのかというところを、国交省から教えていただきたいと思います。奥田自動車局長。お答え申し上げます。自動車技術の進展に伴いまして、自動車製作者等において自動車の電子制御装置に組み込まれたプログラムの改変による改造を電気通信回線の使用により行うこと等により、運転支援機能の追加をはじめ使用過程時の自動車の性能を大規模かつ容易に変更することが可能となってきております。電気通信回線の使用による自動車を電子的に改造する行為は従来の改造とは異なりまして、短時間に大量の自動車に対して行うことが可能でありますことから、このうちその内容が適切でなければ自動車が保安基準に適合しなくなる恐れのあるものの適切性が確保され、されていなかった場合、事故やハッキングが大規模に発生すると社会的に重大な影響が生じる恐れがございます。このため本法案におきましては、自動車の電子制御装置に組み込まれたプログラムの改変による改造を電気通信回線の使用等により行う特定改造について許可制度を創設し、許可にあたっては特定改造の適切性の確保に万全を期すため、許可申請者が特定改造を的確に実施する能力を有するかどうか、プログラムの改変による改造を受けた自動車が保安基準に適合するかどうかについて、改造のためのプログラムごとにあらかじめ国土交通大臣による確認を受けなければならないことといたします。この場合につきまして、プログラムの改変による改造につきましては、その目的に応じて内容が千差万別であることから、その適切性が確保されるかどうかについて原則としてプログラムごとに確認を行う必要がございますが、複数の特定改造を同一の組織体制の下で実施する場合にあっては、許可にあたり必ずしも改造のためのプログラムごとに申請者の能力体制の適切性を個別に確認する必要はないと考えられますことから、当該許可にかかる確認の一部を省略化する等の運用を行うことによって申請者の負担軽減に努める一方、許可を受けた車に対する監査等の事故チェックを適切に実施することにより、自動車の特定改造を行う者の能力および体制の維持に万全を期してまいりたいというふうに考えております。委員長。岡谷君。よくパソコンとかこういうスマートフォンでもそうですけど、これアップデートするとですね、操作の容量が変わってうまく操作できないとかって結構あるんですよね。これ車の場合そうだったら非常に大変でして、このレベル3になりますと、特定条件下ではありますが、作動継続が困難な場合、こうシステムに対して、今度は個人としてその所有者が介入していかなければいけないというような場合があります。この時にこれがスムーズにできるようなアップデートの仕方であればいいんですけども、そういうところもこうしっかり点検していく必要があるのかなというふうに思うところでありまして、ここのところしっかり詰めていただきたいというところでありますが、ただこれをあまりに制限していきますと、今度はそのたくさんの企業が参入できなくなって、いわゆる開発スピードが遅れるというようなこともあるのかなというところで、その設置をどう図っていくかということは、今後極めて重要な課題になっていくのではないかというふうに思いますが、国交省として、適切な方法をですね、ぜひ、出していっていただきたいなというふうに思います。それでは3つ目でございますけれども、この自動運転車、これまでは車っていうのは、いわゆるその外からのアップデートとかですね、こういうインターネット回線につなぐというようなことは、これ、今まで、なかったわけでありますが、この自動運転になってくると、そのインターネット回線に接続をするというふうになってまいります。そうすると、今までクローズだったものがオープンになるということでありまして、私はこれ、非常にこのサイバー攻撃の対象になるのではないかというふうに考えております。フランスなんかでは車を使用したテロ事件などもございました。そう考えますと、これは遠隔操作できるようになってくるということで、このサイバーセキュリティが極めて重要になってくるというふうに考えております。この自動運転車に対するサイバーセキュリティについて、国交省としてどのような対策を取られるのかお聞きをしたいと思います。奥田自動車局長。
お答え申し上げます。ご指摘のような通信機能を備えた自動車がサイバー攻撃を受けた場合、事故の発生など社会的に重大な影響を与える恐れがあることから、自動車のサイバーセキュリティの確保は非常に重要な課題であるというふうに認識をいたしております。このため国土交通省におきましては、自動車の国際基準を策定する国連の自動車基準調和世界フォーラム WP29 と通称しておりますが、のタスクフォースにおける議論に積極的に参画をいたしまして、議長としてサイバーセキュリティ対策の検討を主導しておりまして、この結果2017年にサイバーセキュリティに関するガイドラインを成立させたところでございます。これを受けまして、現在各国の自動車メーカーはこのガイドラインに沿って車両開発を推進しているものと承知をいたしております。さらに自動車メーカーに対しサイバーセキュリティ対策の実施を義務付けるべく、現在同フォーラムの自動運転専門分科会において国際基準案の策定に向けた議論が行われているところでございます。この基準案が WP29 において成立発行した際には、我が国においてもこれを速やかに法案基準に取り入れ、型式指定の際に国がそれへの適合性を確認することとしてまいります。国土交通省では引き続き安全な自動運転車が市場投入されるよう、サイバーセキュリティの国際基準の策定に向けて国際的な議論を積極的に主導してまいりたいというふうに考えております。岡谷君。このサイバーセキュリティに関しては、これまだこの日本という日本全体を見ますと、まあ、非常に海外に比べて弱い分野でありまして、そういうふうに考えますと、やはり国内企業等々もこれ育成していく必要があるというふうに思います。これ自動運転だけには限りませんが、この自動運転という、これがもしサイバー攻撃などを受けて遠隔操作されるようなことがあれば極めて危険でありますから、国交省も積極的にですね、そういう企業を支援するとか、こういうことを行いながら、どのようにして、そのサイバー攻撃から、自動運転車を守っていくかという観点はぜひ持っていただいて、今後進めていていただきたいということを、お願いを申し上げたいと思います。それでは次の質問に移ります。今後自動運転車をこう進めていくにあたって、事故が考えられます。アメリカなどでは、テスラ等がこの死亡事故も引き起こしているというところでございまして、この責任がどこにあるのかというところが、これまた極めて重要な論点になってくるのかなというふうに思います。今までは所有者が車を運転しておりましたから、その、いわゆる所有者運転者の責任が非常に大きかったというふうに思います。自動運転になりますと、これはメーカーのその車の性能がですね、極めて大きな要因になってくるというふうに考えます。そうなると、今度はその所有者からですね、このメーカーの責任というのは、このウエイトが非常に大きくなってくるんではないかなと、普通はこう考えるわけでありますが、今、国交省は現行法、いわゆる自賠責においては、所有者に基本的に所有者が責任を持つというふうにやっておられるというふうに思いますが、ただ、これ、メーカーの責任もある程度問うていかなければ、そのメーカーの性能向上もこれ、図れないというふうに考えます。そう考えますと、今後、この自動運転という形において、どのような対策を取っていかれるのかというところを、国交省に、まず国交省にお聞きをしたいと思います。奥田自動車局長。お答え申し上げます。自動運転車につきましては、これらの車に搭載される自動運転システムの安全性が確保されない場合、自動車の安全な運行が行われず、重大な事故等につながる恐れがございます。このため、本法案では、自動運転システムの安全性を確保するため、当該システムを自動運行装置として、国が定める安全環境面での技術基準である保安基準の対象装置に追加することといたしております。これによりまして、自動車メーカーは今後策定する保安基準に適合する自動運転車の設計・製造を行うことが求められることになるわけでございます。また、自動運転車の設計・製造過程に原因がある不具合についての自動車メーカーの責任については、従来の自動車と同様であり、引き続き現行のリコール制度の枠組みで対応していくことといたしております。従いまして、自動運転車の設計・製造過程に原因があり、保安基準に適合しない、または適合しなくなる恐れのある自動車につきましては、引き続き自動車メーカーが国土交通大臣にリコール届出を行い、回収する責任を負うことになるということと理解をいたしております。会長。中谷君。これ、私、すごく難しいと思うのは、その自動運転ですから、
自動運転の時に事故になったのか、それとも本人が切り替わって自分でハンドルを握った時に事故になったのかとか、まあ、こういう多分なんですかね、紛争が起きるのではないかとこう予想できるわけであります。まあ、その時に、まあ、どのようにしてその、まあ、証拠といいますか、こういったものを担保していくのかというところが、まあ、極めて重要になってくるのかなというふうに思います。これちょっと法務省にお聞きしたいんですが、まあ、そのことに対して、今後この自動運転に対して、そういうことが起こりうるという観点で、まあ、どういう対策を取られるのか法務省にお聞きしたいと思います。法務省補佐官大臣官房審議官。刑事責任、事故が起きたときの刑事責任についてのお尋ねということでございましたら、これは犯罪の成否というのは、捜査機関が収集した証拠に基づきまして、個別に判断されるべき事柄でございまして、まあ、一概には申し上げられないわけでございますが、一般論として言いますと、その自動運行装置を使用して、まあ、事故が生じたという場合に、運転者につきましては、過失運転致傷罪という成否が問題となり、また自動運行装置の製造に関与したものについては、業務上過失致死傷罪というのが問題になりまして、まあ、いずれも過失犯でございます。その過失における注意義務が認められるかどうかというのが、個別の事案ごとに事故発生状況、あるいはその自動運行装置の性能等を考慮して、まあ、判断されるということになろうかと思います。で、先ほどその事故が起きたときに備えての、まあ、証拠収集についてということでございますが、その自動車にどういう目的で、どういう装置を取り付けて、それを誰に義務付けるのかということにつきましては、まずは車両の安全の確保、あるいは交通の危険防止という道路交通行政の観点からご検討いただくべきものかなと思いまして、法務当局としてこの場でお答えすることは適当でないと考えておりますが、ご指摘のとおり、事実認定のための適切な証拠収集につきましては、検察当局においても、例えばドライブレコーダー等の客観的証拠を有用な証拠として活用することはあるというふうに承知をしているところでございます。以上でございます。中谷君。航空機事故なんかの場合は、フライトレコーダーみたいなのがあったりとかするんですけど、まあ、これ、まあ、じゃあ局長、これに対してコメントお願いします。はい、奥田自動車局長。すみません、先ほど申し上げればよかったんですが、自動運転車につきましては、事故時の原因究明や安全性向上の観点から、自動運行装置の保安基準におきまして、自動運行装置の作動状態をデータで記録する装置の搭載を義務づけることを考えておりまして、当該装置で記録されたデータで、事故時の原因究明のほか、システムの不具合の発見によるリコール、また保安基準の改善に活用してまいりたいというふうに考えているところでございます。中谷君。しっかりとした対応よろしくお願いします。最後の質問です。まあ、自動運転車を運行するにあたって、まあ、インフラが非常に重要になってくるというふうに思います。まあ、高規格道路を使用したり、また通信環境も非常に重要になってきます。また国としてのサイバーセキュリティも重要になってくるというふうに思います。まあ、これに対して国交省、内閣官房、総務省からお聞きしたいと思います。池田道路局長。高速道路が整備されますと、広域的なネットワークが形成されまして、企業立地や観光交流が進むほか、リダンダンシーの確保による防災機能の強化など、多様なストック効果が発揮されることから、これまでも高速道路の整備に重点的に取り組んできております。また、高速道路の自動運転については、深刻なトラックドライバー不足の観点からも早期の実現が期待されていると承知をしております。今後ともこのような社会的ニーズの高い高速道路ネットワーク整備に優先的に取り組んでいくことが重要と考えております。先に総務省しますか。総務省総合通信基盤局電波部長田原部長。お答え申し上げます。自動運転車の普及に伴いまして、地図情報ですとか道路周辺情報の自動車への配信など、今後通信ニーズの多様化増大が見込まれる中、委員ご指摘のとおり通信環境の整備に向けた取り組みが重要だと考えております。このため総務省といたしましては、すでに実用化されております700メガ帯ですとか 5.8 ギガヘルツ帯の電波を使う
車車間、車と車、路側間、路側機と車の間の通信用の無線システムの高度化の検討ですとか、来年春に商用サービスが開始されます第5世代移動通信システム、特に 5G と呼ばれますけど、こういった新しいシステムの運転支援への活用に向けた技術試験などを実施しまして、これらに必要な周波数の確保ですとか、導入に向けた技術的な検討を進めているところでございます。いずれにしましても総務省といたしましては関係省庁とも連携して、こうした取り組みを引き続き進めていくことで安心安全快適な自動運転の実現に向けて貢献してまいりたいと考えております。以上でございます。最後に内閣官房山内内閣審議官。お答えいたします。国といたしましては昨今のサイバー攻撃による急速な脅威の高まりなどを受けまして、サイバーセキュリティ戦略本部におきまして、重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第4次行動計画を決定をしております。ここの中では他に代替することが著しく困難なサービスを提供する事業といたしまして、例えば電力、情報通信といった14分野を重要インフラとして位置づけております。委員ご指摘の自動運転につきましては、現時点では重要インフラの中には含まれておりません。しかし今後自動運転に係るサイバーセキュリティの国際基準の策定に向けた議論、社会環境の変化などを勘案をいたしまして、関係省庁とも連携を取りつつ必要な検討を対応を検討してまいりたいというふうに考えております。武田君。はい、終わります。ありがとうございました。次に中